高知の国、八田寺の仏、火に焼けざること、第十八。今は昔、高知の国、石川の氷に、八田寺という寺ありけり、その寺に阿弥陀の映像を増します。 その里の古老の人語り手いわく昔この寺の傍らに一人の女人ありけりその女の王と死する日この仏の像を書きたてまつらむとする間この女やもめにして みまずしきによりて、この願いを遂げずして、つ月をふるに、ついに秋の時に至りて、女自らたにいでて、ほをひろいて、一人の絵師を生じて、かの像を写し、供養ぜむとするに、絵師も、 このことを憐れんで、元首の女人と共に、同じく心を起こして、この仏を移して、供養せ死滅。すなわち、八田寺の混同に暗示して、常に苦行礼拝せむと思う間に、盗人ありて、 火を放ちて、その銅を焼きつ。さらに残るものなし。しかるに、火の中に、この映像を増します。木いなり、と思いて、人よりて、とりて見立てまつれば、かつて、 塵りばかりも存じたまうことなし。そのほとりの人、これを見て、ととめること限りなし。これ、かの女人の心を起こして、移し立てまつれるによりて、仏の霊言を施したまうなり、 と知りぬ女貧しいといえども秋に望んで他に至りて自ら穂を拾いて願いを遂げたること極めてありがたししかれば仏もその志を憐れんで核のごとき霊言を施したまうなりけり 屈読は少なしというとも真によるべきなり古老の伝えをもって語り伝えたるとや